昨日の波を YouTube で解決後半そのトーク。佐藤です。佐藤です。ジョン。ジョン。いやー、今日も久しぶりのね、動画の撮影をさせていただくんですけど、はい、このテーマは何ですか。約1週間後何がありますか。月末。月末ということは7月31日、はい、何ですか。8月1日の1日前、僕のお兄ちゃんの誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。正文、おめでとう。正文はお父さんです。第2回、全島共通テスト模試ですね。いいっすね。はい、青井塾さんが行ってるね、この模試に向けて戦略を練りたいなと思いました。はい、軍師佐藤先生に、はい、それだと前の動画でやめよう言ってました、ね、自分いや変えました。変えない。専門家から軍師に、はい、なるほど、はい、皆さんちょっと理解しててほしいんですけど、まあ、1週間で成績がバコーンって上がるわけはまずないんだっていうのは前提で話していきたいんですけど、第2回のね、マーク模試に向けて、はい、この1週間で、ね、何してほしいのかって言ったら、成績をガッと上げるんじゃなくて無駄な失点をなくすというですね。そうですね。これもちょっと目指してほしいなと、うん、はい、今回その初めての模試じゃないじゃないですか。第1回の全島共通テスト模試がすでにあったわけで、そこでまあ全員が全員ね、全科目で順風満帆な点数取れたかって言われたら、そういうわけないと思うんですよね、うん、何かしら課題があったはずです。特に英語やったら、はい、時間配分ミスりました、時間全然間に合いませんでしたっていう反省が浮かんだわけやんか、うんうん、で第1回のテストから今回の第2回のテストまではしばらく時間があったわけやから、その課題を克服するための勉強を今までやっていったわけなんですよね、うん、それがちゃんと克服できているのか、まあ、100% 克服できてなかったとしてもいい方向に改善できてるのかっていうのを第2回模試で測ってほしいんですよ、はい、なんでこの1週間でやってほしいのは、前回のね、第1回の共通テスト模試、うん、もう一回ね、まあ、解き直すまではいかなくていいんですけど見直してほしいなと思います、はい、でそこで前回こういうところで詰まったなであったりとか、こういう課題が出てきたなっていう課題をもう一回整理してみて、うん、点数だけじゃなくて前回の課題が今回解決されてるかどうかっていうところをね、しっかりと見てほしいなっていうふうに思います。で、無駄な失敗、次に繋がらない意味のないその失敗って何なんかって言ったら、前回と同じ反省を第2回でもしちゃうことですね、うんうん、時間配分何があったらさっき出てきたと思うんだけど、第2回マークをしても時間配分足りんかったわ、うん、特定順ミスったわ、うん、何も成長しないってことですからね、はい、同じような反省をしないこと、反省するんやったらまた違う課題が見つかっていってほしいんで、この1週間で何をしてほしいのかって言ったら、前回の第1回のね、共通テストもしもう一回簡単に見直してください、うん、でそこで前回どんな課題が見つかったっけっていうのを再整理すること、うん、時間配分が課題として出てきたんだってなったら、第2回の模試の時はこういう時間配分でこの手順で解きますっていうのを、もし受ける前にね、もうこの1週間で事前に全科目用意しておいてください、うん、そうすればね、前回と同じような反省は繰り返さないと思いますので、うん、新しい反省が見つかるように取り組んでいきましょう、はい、軍師佐藤さんの方からね、戦略を授かりましたけど、同じミスを何回もしないってことですね、はいはい、僕の方からあと1点だけ注意点があるんですけど、はい、模試に向けてはい、今勉強してるペースを崩しちゃう子ってどうしてもいるんですね、はい、それやりにくいですね。自分のターンは終わりみたいな。ペース崩されてます、ペース崩されてます。こういう状況に、ね、なっちゃう子が結構ですよ、はい、まあ、具体的に言うと、例えば共通テストの英語の模試って文法問題出ないじゃないですか。出ないですね。だから私立志望の子とかやったら普段文法の勉強結構してると思うんですけど、うんうん、模試の前やからその勉強しないとかね、うんうんうん、そういう子結構見るんですけど、うんうん、それは自分の最終目標っていうのはあくまで入試なので、模試のために勉強するんじゃなくて入試に向けて勉強する、はい、その間に模試があるっていうイメージで捉えてください、うん、はい、つまり模試のためにやることっていうのは、さっき佐藤先生が言ってくれたみたいに第1回の復習、これをしっかりやってもらったらいいかな、うんうん、それ以外は自分の勉強のペースを崩さずに、うん、いつも通り、もしくはいつもよりもちょっとギアを上げて勉強していくっていうのが大事だと思います、はいはい、それではこの動画を本日したいと思います。よいしょ。